平野翔のツーブロック、ただの髪型じゃない。隠された魅力とギャップにファンも絶。ファンにとって平野翔の魅力は、顔の美しさや笑顔だけではありません。平野翔のツーブロックがなぜこれほどまでに魅力的なのか、ファンの間ではその理由がよく語られています。彼の髪型ツーブロックは、ただのスタイルにとどまらず、その背後にある細かなディテールや見え隠れするギャップが、人々を引きつけてやまない要素の一つです。 ファンにとって平野翔の魅力は顔の美しさや笑顔だけではありません。彼の髪型のように外見の一部が時折意図的に見え隠れすることでその人間らしさや意外性が強調されます。そしてその髪型がどのように平野翔の全体的な魅力を補完しさらにはファンの心をつかんで話さないのかを探ることは非常に興味深いものです。ツーブロックというスタイル自体は 80年代や90年代にも一度流行したことがありますかつてはサーファーや若者たちの間で特に人気がありその時代の文化を象徴する一部でもありましたしかし平野翔がこの髪型を取り入れたことでツーブロックは再び注目を集めその人気が現代に復活しましたそれは単にノスタルジックなリバイバルではなく彼のスタイルによって新たな解釈が加えられ 洗練された印象を与えるものとなっています特に彼のツーブロックはショートカットの部分が普段は目立たず動いた瞬間や風で髪が乱れた時に突然その刈り上げた部分が見えるという点が大きな魅力です。これはファンにとって非常にエモーショナルな瞬間でありまるで彼自身の内に秘めたパーソナリティを垣間見たような感覚を覚えるのです。多くの人が彼のいい子な一面に惹かれつつも 2ブロックの隠れた刈り込みが見えた瞬間に彼のやんちゃな部分に気づくというギャップ効果は視覚的にも心理的にも強烈なインパクトを与えます。このような視覚的なチラリズムは日常では見えない部分が突然あらわになるという緊張感を持っておりそれが彼の魅力をさらに高めています。特にライブパフォーマンスや撮影現場で紙を書き上げたり動きの中で刈り上げ部分が見えた瞬間に 多くのファンは息を飲むことでしょうこのように彼のツーブロックはただのヘアスタイルではなく彼の個性やキャラクターを引き立てる重要な要素なのです。またツーブロックという髪型自体には社会的な背景や象徴が含まれています。もともとツーブロックは反主流文化や自由を象徴するスタイルとして特に若者やサブカルチャーの中で支持されてきました。校則に縛られない海外の若者たちは このスタイルを通して個性や反抗心を表現してきたのです。しかし、平野翔がこのスタイルを取り入れることで、日本のアイドルという非常に伝統的で規範的な立場に新たな風を吹き込みました。彼の持つ、いい子のイメージと、この2ブロックの持つ自由さや反逆的な象徴との間には、一見矛盾する要素がありますが、まさにその矛盾が彼の魅力を際立たせる要因となっているのです。特に女性ファンにとって、 このギャップは非常に重要です彼の普段の礼儀正しく優しい一面と時折見せる悪い印象との対比が彼の多面的な魅力を感じさせます。ツーブロックがこの効果を強化することでファンはますます彼に夢中になっていくのです。平野翔のツーブロックは単なるかっこいい髪型として評価されるだけでなく彼のキャラクターそのものを象徴するものとして。 多くののファンにとって特別な意味を持つのですそしてツーブロックという髪型自体が日本では特に男性に人気があり女性が取り入れるにはやや個性的であるとされていますがそれでも一部の女性ファンは勇気を持って挑戦していますツーブロックは髪質や顔立ちによっては非常にスタイリッシュに見えることもあり平野翔ファンの中には彼の髪型に憧れて自らもツーブロックに挑戦する人が少なくありません ただし、女性がツーブロックにする場合、男性とは違った反応を引き起こす可能性が高く、特に日本ではそのスタイルが受け入れられるかどうかは微妙なラインです。しかし、自己表現としてのツーブロックは、髪型を通じて自分自身の個性を強調したいと考える人々にとって、非常に魅力的な選択肢でもあります。ここで重要なのは、ツーブロックが一時的な流行を超えて、 個性やスタイルの象徴として位置づけられていることです。平野翔のような有名人がこの髪型を選ぶことで、そのスタイルは彼のファンだけでなく、より広い層の人々に影響を与えています。特に、彼の髪型はただのトレンドではなく、彼自身の魅力を際立たせる重要な要素として機能しているのです。彼のツーブロックが持つ隠れた魅力やギャップは、見る者に新たな驚きを与え、 そしてその都度新しい側面を発見させてくれます。さらに、ツーブロックの持つチラリズム・効果は、心理的な面でも興味深い現象です。人間は見え隠れするものに対してより強い関心を抱く傾向があります。普段は隠れている部分が一瞬見えたとき、その瞬間に感じる興奮や驚きは大きく、これがツーブロックの魅力をさらに高めています。平野翔のファンは、 彼が髪をかき上げた時や風に髪がなびいた瞬間に、隠れた部分があらわになることを待ち望んでいるのです。このような期待感や緊張感が、彼のツーブロックに対する熱狂を生み出しているのです。また、ツーブロックが90年代に流行した背景についても注目すべきです。ツーブロックが再び人気を博したのは、時代の流れやファッションの変化とともにありますが、 平野章のような影響力のある人物がこの髪型を取り入れることで、スタイルそのものが新たな価値を持ち始めました。80年代後半から90年代にかけては、男性でもロングヘアにしてツーブロックを取り入れることが多く見られましたが、現代ではより短めのスタイルでこの髪型を楽しむ人が増えています。それでも、このスタイルが持つ自由さや個性の象徴としての意味合いは変わっていません。特に ダンサーやアーティストの間で人気があるスタイルであり、その中でも平野翔がこのスタイルを選んだことは、多くの若者たちにとって強い影響を与えています。ただし、ツーブロックの魅力を取り入れるにあたっては、注意も必要です。特に女性がツーブロックに挑戦する際、髪質や顔立ちによっては思い通りのスタイルにならないこともあります。髪質が柔らかい場合は比較的自然に伸ばすことができるかもしれませんが、 硬いい髪質の場合は伸ばすす過程で扱いにくくなる可能性がありますそのため2ブロックに挑戦する前に自分の髪質や顔立ちに合ったスタイルをプロの美容師と相談することが重要です。そして最後に忘れてはならないのは平野翔のの2ブロックがもたらす完璧さではありません。この髪型が彼の魅力を際立たせるのは完璧にスタイリングされた状態だけでなく。 乱れた瞬間や無防備な姿が見えた時ですこれは彼の人間らしさや自然体の美しさを強調する要素でもありますファンは彼がどんなにかっこよく見えてもその背後にある元の姿を求めておりツーブロックがそれを一瞬で表現してくれるのです